<laughs> <laughs> 普通かないいで,すよ <laughs> でなぜこれができたのかっていうことだけどあ,のあんまり難しく言ってもしょうがないけれど戦争が終わって戦後あの要するにこの辺もずっと火事で全部燃えちゃった火事っていうよりもその戦災で焼け野原になっちゃったという時に。 それで戦争で負けたからこれからの時代がどうなるかって誰も分かんなかったわけねその時はね。それであのそれまでにずっと長く商いを続けてきたあの古い永続企業っていうのはたくさんあったわけですよね。この周辺にも浅草にもあったしその他の地域にもあったということだけど結局そ,のそれが日本の持ってる文化的財産なのにね戦争でなくなっちゃったら あと、わかんなくなっちゃうじゃないの。っていうことで、それはいかんと。やっぱり、あの、これまでの、その、歴史を引いてきている海苔や。かつぶしや、羊羹、飴、えー。それは旅。あの、なんだ、刃物。とかね。あらゆる、この日本の、そういう、あの。文化性の高い、歴史的な。あの、もの。そういうものの、正統をね。 次の時代にも伝えていかなくちゃいけないということがあの戦後の時にそういう問題意識が発生してそれで初めてこの党との連会というものを結成しようということになったわけそれがあの日本の本来の文化的な財産を次の時代に正しく伝えることになるんだからそれを誰かがやらなきゃいけないだろうというので今の100年以上とか3代以上のお店が集まってそれで世の中にそのことを あのアピールししていきましょうとこういう団体を作ったのが最初。うん僕はだから今、あのー、常任幹事でありねそれで事業委員長というのを僕はやってるのね。それで事業委員長の仕事は何かっていうとこれまでやってきたのはその五十数点が。 あの例えば百貨店三越が多かったですけど三越のね催事会場を使って全店の商品を集めて五十数店の,あのお店の商品をあのワンフロアに全部集めてねそれでそのアピールをしていくそういう事業をやるこういう仕事をやってきたのとそれからこの10年間はね要するに唐唐の連会っていうものがどちらかというとこう老舗のね古い あののお店の集まりだからそれはいいんだけども若い人たちって知らないよねっていう問題意識からその百貨店での,その,もあの,あの,あの物販の催事からね若干方向性を変えてネットホームページを使って世の中にとうとうの連会というものがあの存在していてね日本の本来の良さはこういうもんなんですよってことを伝えながら。 世代を超えて若い人にね多分ネットだからあの若いい人への訴求力は強いから銀座の築用店行ってねあの4丁目の交差点のすぐそばにあるからねそこで一回う,あのうな重でもうな丼でもね食べてみたらいいですよ。っていうのは、ね、分かんないけど僕はもうその味がねもうにじんじゃってるのねこんなあのしょっちゅう食べたり。 長い間食べてるからだから僕本当にね日本の食べ物で何が美味しいかって言ったらね寿司もうまいけどやっぱりねうな丼のうまさはねあんなにうまいものよくまあ日本人がね考えついたなと思いますよ。あのタレの具合ねそれ程よい焼き加減それからあのたれがご飯ににじむわけですよ少し。ね そのハーーモニーが、ね、何とも言えないわけねだからね食べるとねああ今日もうなぎ食べたなと思うじゃない。ねでね2週間ぐらいするとねまた食べたくなっちゃう。それでまた、あま、た食べたねでその時は満足してずっとそれで終わるかと思うとねまた食べたくなるんね。これがね、まあ、なかなか僕はうな丼ってものはねなかなかよくできたもんだなとこう思ってね まあ他にもいろんな好きなものあるけどあ一押しするとするとやっぱりうなぎかなうんあれうなぎね中国とかいろんなところでみんな食べるけどねこんなにおいしくして食べてるのはね多分日本しかないと思ううんでこれも江戸時代にあの考案されたもんだからねうな重とかうな丼っていうのはね今日までずっとつながってきてるわけで大変なタンパク質の 供給源でもあるから、体にもいいわけね、うんうん。海苔もいいんだけどね。海苔はむしろミネラルでいいわけね。<music> うん、だから結局今のようなね、その、まあ、古き良きもの、これをやっぱりあの噛み砕くっていうのかな、今の視聴者っていうのはあの20年前の視聴者とやっぱり視聴者が あの変わわってきてきるわけだよねだから今の視聴者にねあのやっぱりそういう情報をねあのやっぱり楽しめるような形であの提供していくそういうことをね是非やってほしいなあとあのいうふうに思いますね。うん、だ僕今あの例えば百貨店なんかの仕事も少しやってることはね あの江戸祭りなんていうのやってるわけですよいろんなところで日本中でやってる。でこういうところへ例えばこう来ていただくでそれによってそのあ虎屋のようっておいしいんだあるいは山本のりであのいいのりを焼きたてで食べたらねすごいおいしかったっていうこの体験をねあの与えてあげられる場づくりをねあの本当ののの江戸のいいものを あの体験できる場所こういうものをねあの全国的にも今そういう機会がもうすでにあるのでねあのそういうところでやっ,てやっていきたいなと思ってるんだけどそういうことをね要するにマスコミっていうのかしらんていうの報道を通してねあのそれらをんていうかさらにそういうところへ若い人たちも集まってくるような広報それをねぜひメディアの方々にやっていっていただいたりね 新聞や雑誌ともあの連携を取ってもらってそういう日本のおいしいものが今ここで行ってみたらあの、うん、とっても楽しく食べられますよみたいなねそういうそのなんていうのかしらね日本の良きものを伝えていくっていうねそういうその機能をぜひメディアの方には協力にやっていただきたいですね。うん、でそれをやらないとね今むしろ食がその世界遺産になりましたね和食がね。 世界の方の方方がむししろね注目してる肝心な日本人がね日本のいいものに注目しなくなっちゃったらしょうがないのでそれはやっぱりねメディアの力もかなり大きいと思うな。やっぱり戦後ねあのここがさっきのようにその戦災で焼けちゃったときにあの一族がそこへ集まった。その時に えーまあ、そのノりの行をね次の時代につ,つなげていこうよって一族が集合してそこでその方向性をみんなで共有化してそれで今日まで流れてきたってとこがあるわけね。でその時に山本のり店っていうあの社名を決めたわけですよ。でその別に社名だからね株式会社山本商店とかねあるいは あの山本豪明とかねそういうんだって別にいいわけですよね山本工業とかねだけどあえて山本のり天にしたわけねってことはね社名の中にねのりが入ってるわけねっていうことはねあの戦後ここで集まったときにあの本当に物資も何もない時だからどうやってみんな食っていくかっていう時ですよ飯が食えないかもしれないって時だからそれはその時にあってすらね この会社はノリに特化する会社としてこれから生きていこうっていうね、そういうね一族のねその何ていうかな意師の結集がねこの僕は社名に現れているんじゃないかなと思うわけね。だからそこはねあのまあ軸ブレしないでねやっぱりノリをやっていく会社だ。それが本当にあの掘れるだけ深掘りをしてね本当にいいものが提供できるっていうところに。 まで磨きをかけていくそういう会社が山本のり店なんだっていうことがねこのね実は社名の中に僕はね入ってるような気がしますね。だからそれがまあ山本のり店のもう一つの大きな特色軸ぶれしないいででりだけ専業でやっていくもちろん周辺商品はねふりかけお茶漬けこういうものはやってますけれどあのりに関連したものに特化しながらねあのお客様の,あの満足度を 少しでも高めていくっていうところの、まあ、到達点のない目標みたいなもんだけどそれを飽きずにずっとこう続けていくっていうところがあのこの「山本範典」の独特なところでしかもりから外れないと外さないというみんなのねその気持ちの結集感っていうのがあの、うん、やっぱ僕はあるんだろうな特色としてね。うん やっぱり山本のり店が今日まで,100までまわずか165年だけどねその中で今日まで来ているっていうのはそういうその確信の連続をね怠らずにやってきたっていうことじゃないかなと例えば味付けのりがあるでしょうあれも山本のり店が草案したものだから最初はだからこれもあのそういうことが草案されこれはだから この話はもう出てると思いますけれど明治閉館京都にお帰りになる時のお土産をねうちの2代目がその明治天皇の侍従であった山岡鉄舟と交友うう関係があったためにそれ山岡鉄舟から何か江戸らしいお土産物ないだろうかって聞かれてそれ通常のノリはまあ普通のものとしてあるけれどじゃあ江戸,江戸のね味をつけてみようって言ってそれで初めて草案したのが味付け海りだこういうことなのね。 だ今日皆さんが食べてる味付けのりを発想したのは実は山本のり店だったとこういうわけなんだけどそれもだから今の不益流行新しいものを作ろうっていうねその革新革新っていうかその新たなものを提案しようとする意欲それの表れなんだね <music> まあ踊りであったりね それから伝統芸能のようなあのまあなかなか小唄とかっていうのはなかなか若い方には難しいだろうけれどうんそれ以外に何だろうまあ例えば剣道とか柔道とかそういうものもありますね日本固有のものでまあ,あと書だとかねそれからどういうものがあるかな日本的なものっていうとねあのそういうことをね一つでも二つでもね あの身につけたり身につけてみようっていうトライをするとかねそういうことをやってでやっぱりその日本の文化ってあのずっともう千年以上にわたってあの継続されてきてるもんだからそれをやっぱりねその今の若い人たちも自分たちがそれを喜びながらさらに次の時代へねその日本の文化の良さっていうものを伝えていくそういう、ね、機能が果たせるようになってほしいなと。 思うからそのためにはその今言ったいろんな日本的なものっていっぱいあるからその中で自分の興味の持てそうなものをね一つでも二つでも自分でやってみる食べてみる着てみるっていうことをやってねあの日本の文化を分かってほしいでそれがいろんな世界へこれからみんな出るわけですよ。で男女もみんな働くわけだからいろんな人と付き合っていくわけだし話もしていくしね。 外国へも飛んでくそういう時に日本のこと知らないで外国でその商談ばっかりやっててもねそれでふっと余暇の,の時間になったら日本のね呉服の,あの着物の素敵さをね海外の人に伝えられる例えばそういう人になっててくれるとやっぱりその人はちゃんと日本人としての教養っていうものをね身につけた人だなっていうのが世界に知れていくから。 だから一番日本人があの頭もいいし機敏に動けるから世界ではどんどんあのこれれからもあの徴用されていいくと思いますよね。その時に心の中や自分の行動や仕草の中に日本人としてのねある種のたしなみのようなものを少しでもいいから今の若い人たちがね持っててくれるとそれは本当にこう世界へ羽ばたいてもね何の恥じらうこともないし。 あの堂々とね自信を持って自分をアピールしていっていいんだと思うんですね日本の文化がどっかに身についていればねだからそういうのをね是非ね若い人にねあの自分が積極的にねチャンスをつかんでほしいなと思います。